お題マニア元気もりもりまりちゃんです。どうもりっくんです。おっす。今日紹介する商品はこちら、デラックスフィーバースロットレイズバックルです。仮面ライダーギーツでは今までいろんなレイズバックルが登場しましたね。マグナムとかブーストとか忍者とかゾンビとかいっぱいあるよね。そんな今まで登場したレイズバックルの力を使えちゃうパワーアップアイテムとなっております。すごい。だからこんなゴージャスな見た目してるの、そうですね、めっちゃかっこいいですよね、うん、キラキラしてて、ね、ただどのレイズバックルの力を使えるかは運次第ということで面白いギミックになっておりますね。めちゃめちゃゲーム性あるじゃん。今回も詳しく紹介していきたいと思います。それでは早速やっていこう。バンバニー。ではデラックスフィーバースロットレイズバックルを見ていきましょう。おお、超ゴージャスになっております。もう見てわかると思うんですけど、こちらにはですね、もう金色のメッキ塗装が施されています。角度を変えるとキラキラしてるのわかりますか。こちらを見てもらうとキラキラ光ったラメが施されています。かっこいい。こちらには輝いているようなデザインが施されております。こちらにあるレバーを倒してみると、ここの部分が回転してランダムで出たアイコンのレイズバックルの力を使うことができます。バックル単体でも遊べるってこと？そうなんです。では早速別売りのデラックスデザイアドライバーにセットして遊んでみましょう。変身できました。今僕が出てきたのは忍者のアイコンだったので、僕は忍者の力で変身しました。すごいね。なんか大気温がさ、ドキドキするような感じでさ、怖い怖い怖いみたいな、こう期待感を煽るような感じの音声でいいよね、うん、しかもレバーを引く動作、めっちゃ楽しい。ワクワクしますよね、やっぱり、ね、引いてぐるぐるぐるって回るアクションが。そう、すごい勢いで回ってたよここ、何回も回したくなっちゃうやつだ。でもモリちゃん、他の音声も聞いてみたいって思いませんか？もう聞きたい。じゃあやってみて。はい、次は何が出るかな。フィーバーってなってましたね。ねえ、クエスチョンマークのアイコンが出てきました、ちょっと他にも聞いてみたいからもう一回やっちゃおう、レッツゴー。言い方がかっこいいですよね、毎回ゾンビーってこう低い感じで、ね、いや他の音声も聞きたいな。では次はフィーバースロットレイズバックルのブーストの力とブーストレイズバックルの力を合わせて変身&必殺技をやっていきたいと思います。フィーバーブーストフォームに変身&必殺技をやってみました。ここにさ、2つセットするとさ、見た目がめっちゃ派手になっていいね。そうですね、やっぱりブーストつけるとなんでもかっこよくなっちゃう必殺技めっちゃ強そうだったね。ハイパーブーストグランドビクトリー、技名がもう長いですもん、超強力なんだろうなっていうのが妄想膨らみますね、
ゴールデンフィーバービクトリーもド派手な感じがしてどんどん活躍してほしいですね。ね。では他にもマグナムレイズバックルを使って変身していきたいと思います。バンマニ、今日はデラックスフィーバースロットレイズバックルを紹介しました。仮面ライダーギーツのパワーアップアイテムということで、いやなんといってもデザイン超ゴージャス、ね、キラキンに輝いておりましたね。前のところは金メッキなのもすごいいいんだけど、私このスロットのこのレバーの部分にラメが入ってるのもすごい好きなんだよね。これがまたキラキラしててかっこいいですよね。このレバーを押すことでこの中がね、ものすごい勢いで回るっていうギミック、迫力満点ですよ ね。何回も回ってて、これ何回もやりたくなるし音声もいいし、最高のレーズバックル登場したね。ブーストを組み合わせることで、上半身下半身ブーストになるっていうのはめちゃめちゃ強くないですか、ね、フィーバーブーストフォームって、名前もね超強そうだもんね。そうですね、あのマフラーがいいんですよね。フィーバーブースト4のこのマフラーが金色に輝いているのが、これが特徴的でまたかっこいいんですよね。ねえ、ぜひ皆さんもゲットしてたくさん音声を聞いてみてください。デラックスフィーバースロットレイズバックルは11月26日発売予定。テレビシリーズ仮面ライダーギーツはテレビ朝日系にて毎週日曜午前9時より放送中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。